どうもこんにちは、しゅんじです。今日はですね、めちゃめちゃ楽しみにしてました冒険大陸アニアキングダムビッグアニアダークフレーム、こちらを見ていきます。これ最近ではちょっと珍しい、もうむき出しタイプになってるんで、どれぐらいのサイズなのか、そしてレバーもね、動かせるようになってるんで、どういった動きなのかっていうのもね、わかるようになってて、ね、お店でね、買うときは、できるだけよく選んでからね、皆さん購入してくださいね。通常のアニアキングダムのダークフレームのこの箱を、はい、この前に並べるとね、こんな感じのサイズ感で、箱もね、やっぱり大きいですよね。足と手が動いて、尻尾も、動いて、尻尾で攻撃、そして全てを噛み砕け、口もね、開閉するようになってます。で、くるっと回して、後ろには、ダークフレームの情報が載ってますね。特殊能力、わずかな匂いでも嗅ぎ分ける花。ダークフレームティラノサウルス、巨大な力で恐竜たちの支配を企む。カワウソ村を狙うその目的とはって書いてますね。アニキン TV、噛む力は地球の生き物の歴史上で最強の6トン。プルプルが止まらないと書いてあって、グラフはね、こんな感じ。以前ね、見たと思うんですが、攻撃は7。もうグラフからはみ出てますね。そして防御は4。戦略1。特殊能力が2。素早さが3となってて、恐竜はね、戦略がね、低いのが多いね。アニアファイトダークフレーム VS スピーンってね、これ写真が載ってるんですが、これね、流れ的にはダークフレームがね、勝たないともう終わっちゃうような気がするから。やっぱね、残念ながらスピン負けちゃう気はするんですよ。まあでもね、いいところ、引き分けとかね。まあそんな結果なんかありそうですね。僕知らないですよ、結果はね。はい、まあ予想で言っただけです。で、下の方には遊び方が書いてますね。それでは、箱から取り出します。こちらがビッグアニアのダークフレームになります。全長が約27センチ。こちら通常のアニアのダークフレームのフィギュアを、はい、横に置くと、まあ、こんな感じのサイズ感で、めちゃ大きい、すごい迫力。アニアではこれ最大の大きさじゃないですか？めちゃめちゃ大きい。アニアの古い商品になるんですが、こちら動くアニア初めて見たっていう方もいらっしゃると思うんで、ちょっと取り出してね、動かします。こちらが動くアニアのティラノサウルスレックスで、全長が約18センチ。通常のアニアキングダムの、ダークフレームのフィギュアをね、横に並べると、これよりもね、サイズがちょっと大きいんです。横幅もね、あって、がっちりとしたティラノサウルスになっててですね、これが多分ね、アニアの中では一番大きいと思ってるんですけど、なんか忘れてたらごめんなさい。このティラノサウルス、お腹のところにここね、レバーがあって、これを握ると、はい、なんとね、こんな感じでゆったりゆったりとね、歩くようになってるんですよね。めちゃ動きが可愛い。これ面白いから、またなんかね、新しいの出してくれたらいいんですが、出てないですよね。なんかね、3種類ぐらいしかね、出てないんですよ。動くアニアを横に並べるとね、はい、まあ、こんな感じのサイズ感なんで、もう飛び抜けて、ね、大きいのが出ましたね。これはすごい。今度はね、マテルのジュラシックワールドの恐竜フィギュアと見比べますね。で、こちら体横にボタンがあって、ボタンを押すと、はい、こんな感じで、こう、傷口が光ってサウンドが鳴る、ティラノサウルスレックスのダメージフィギュアを、はい、横に並べると、これよりも、サイズは大きいですね。うんうん。かなり大きい。で、こちらもダメージフィギュアなんですが、これ背中のボタンを押すと、体横のパーツがね、くるんと回って、傷が出てくるっていう、ダメージフィギュアで、このフィギュアは大きいですよ。これと比べると、さすがに、ちょっと小さいよね。やっぱりこれよりかはね、小さい。まあ、個人的には、これぐらいのフィギュアね、ちょっとね、本気でね、アニアさんにね、出してほしいんですよ。まあ、どれぐらいのクオリティのもんね、作ってくれるのかとかね、ちょっと見てみたいんですよね。では新しいね。では新しいビッグアニアのダークフレームを見ていきます。まずフィギュアなんですが、
これね、硬い体、プラスチックになってて、色はダークフレームの色ですよね。黒に、あと赤カラーがあって、で、体にはこの特徴的な傷、塗装されてますね。で、反対側はこんな感じで傷があるんだけど、こっちから見るとね、ネジの穴があるんですよ。だからね、ちょっとね、傷がかっこいいんだけど、このネジがね、目立っちゃって、ここがちょっと残念。で、特にこの動きのあるポーズとかにはなってないかな。はい、まあこんな感じとなっててですね。全長約27センチと大きいんだけど、軽い。プラスチックなんで、やっぱ軽いですね。で、後ろから見ると、はい、尻尾ピンとしてこんな感じとなってて、で、この尻尾が、こう、くね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 、動かせるようになってますね。はい、左右に動かせます。上下は動きませんね。そう、ザラついた、皮膚の造形になっててですね。で、さっき言いました、こう、傷のペイントが、かっこいいけど、左から見るとネジ穴が目立っちゃうと。で、がっちりとした足、筋が入ってて、ボッコボコに膨らんだ感じがね、めちゃめちゃかっこいいね。で、下の方は赤くなってて、で、爪のところを綺麗に黒色に、ペイントされてますね。はい、反対側の足はこんな感じで、足もそうなんだけど、この体のね、ボコボコ感、この筋肉質な感じが、めちゃめちゃかっこいい。で、お腹のところ、これ横ね、なんかあざのような柄みたいなのが、ちゃんと、ペイントされてて、ティラノサウルス、前足が短いんですが、こちらですね、前後に、はい、稼働することができるようになってて、この前足は、爪の部分ね、ペイントとかはされてないようですね。前足ね、プラスチックじゃなくて、ちょっと柔らかいですね。で、頭の後ろですね、ここにレバーがあって、このレバーを押すと、はい、まあ、こんな感じで、口が開閉するようになってて、このレバーが、さっき見比べた動くアニアのレバーとちょっと似てて、この動くアニアはね、下の方にあるからそこまで目立たないんだけど、この、ビッグアニアの方は頭の後ろ、ここがね、出っ張っちゃってるから、ちょっとね、目立つよねって感じですよね。マテルジュラシックワールドの T-Rex のフィギュアで、このね、首の上のところに、こう、ボタンタイプのがあったんですよ。あんな感じでね、した方がフラットになるようにした方が、かっこよかったとは思いますね。おっきな頭、目は赤色で、傷がペイントされてて、すごい迫力。左目ね、傷いってて、ワンピースのゾロのようなね、目になってて、かっこいいですよね。で、正面から見ると、このね、眉のところが膨らんでて、すごい迫力あります。口を開けるとですね、口の中には長い舌があってね、いいね、この歯の形なんかもかっこいい。ただ、このね、上顎の内側は赤くなってない。ここが。これ、ごめんなさい。なんかね、個人的に気になる。ここもなんかね、赤くしてくれたらよかったんだけど、あと、この奥も。まあ、赤くなくてもいいか。ここは黒でもね。まあでも、この上は赤色にね、ちょっとね、してほしかったですかね。忘れてた。あとね、後ろ足が稼働するようになってて、あ、左右、同時に、動くようになってるみたい、これ。はい、まあ、こんな感じで、カコカコ言いながら動くようになってて、角度を変えて、なんかこう、下の獲物をこう食べてる感じで遊んだり、あと、上体を起こして、口を開けて、こう、吠えてるようなね、感じで遊んだりなんかもできちゃいますね。こちら楽しみにしてました。ビッグアニアのダークフレーム。通常のアニアのフィギュアよりも、かなり大きくなってて、やっぱね、大きいとね、迫力がね、全然違いますよね。やっぱ大きいの最強って感じで、で、これからビッグアニアも、いろいろ出るみたいで、で、今回ね、ダークフレームと、トリーが出たんですが、また新しいのも出るんでね、コレクションしがいありますね。で、さっきこのダークフレームの、ビッグアニアのダークフレームの値段、アマゾンさんで調べたら、2283円と、意外とね、まあ、安いのかなと。ジュラシックワールドの恐竜フィギュアでしたら、まあ、このサイズだったら、そう、もうちょっと高いと思うから、意外とね、お求めやすい値段設定にはしてくれてるんだなっていうね、気はしましたね。アニアキングダムのこのダークフレームね、かっこいいんだけど、それ以上にアニアでこのサイズのフィギュアが出たっていうのが、
なんかねめっちゃ嬉しい。でもできればもうワンランク上のなんかスーパービッグとかね、まあそれぐらいの大きいのもちょっと今後なんか考えてね出してほしいですよね。はい、ということで今回はこの辺で、よろしかったらコメント、そして高評価ボタンの方もよろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。